あちんちようこそ、どうも、あつみなるんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、るんくんからなんか離婚するらしい。違う、重い重い、だってまだ大事な話がある。まだ3ヶ月。まあちょっと今回2人にお願いがありまして。嫌だな。じゃあ大丈夫、お金しか貸さない。なんもない、なんもない。お金しか貸さない。あのね、急ぎすぎです。世の中、資格って大事じゃないですか。こっちだね。完全にこっちだったよ。資格でしょ。あ、資格、そう。お前、資格って言って。あ、違う、何言った？資格。で、まあ、僕もいくつか持ってはいるんですけど、やっぱ、あ、そっちか。こっちかと思った。こっちかと思った。一生さ。やばすぎ。資格を取得するときって勉強をやっぱするじゃないですか。確かに。やっぱ知識つけていきたいなということで、資格をね、新しく取ろうと思ったんですけど、ちょっと取りたい資格が多くて。おー、あー、なるほど。候補が多いんだ。そうそうそう。で、決めれんくて、ちょっと二人に相談した上で、ちょっとルーレットで。あー、いや、そんなことしなくていい。ルーン君が取るのは、世界遺産検定です。わかった、わかった。それも入れよう、候補。入れるんだ。一応ね。温泉のなんか資格あるじゃん。あ、確かある。温泉地にまつわる、ここの温泉はこういう成分でこういう効果があってっていうのを全部知識として持ってて、なんかあのツアーガイドみたいにできる資格がある。え、温泉アドバイザーめっちゃいいよ。僕温泉だって大好きだもん。温泉観光アドバイザー認定試験。うん、お、そうそうそれそれそれ。じゃあ一つずつ言ってってください。はい。1個目の候補が、食生活アドバイザー。食生活をアドバイスする。そう、プライベートから仕事まで活かせる食に関する知識を身につけたスペシャリストの資格、うん、でこれ特に資格、受験資格はもう誰でも受けれるやつで、栄養バランスとかそういう、なんかいろいろ学べる、そんなでも難しそうじゃなさそうだね。合格率 65%。 まあまあ能弁で言ったらまあ落ちるよぐらいか。まあ、2、3ヶ月。まあでも調理師免許持ってたら余裕でしょ。まあまあそれは多分大丈夫。ゆるゲーだな。で、あとこれも理由があるんですけど、秘書検定3級。あ、これなぜかというと、社会人に求められるマナーや一般常識が身につく。はいはい。一番必要なやつ、ね、一番必要だね、ルン君に。これは持っといてもいいんじゃないかな。もうちょっとなんか突っ込んでくれ。バカにされたらいいのに。なんか言ってよ。今受け入れ。いやもう周知の時代。受け入れ。当たり前で。結構でも秘書検定はね、大学の時とか取ってる子多かった。あ、やっぱそうだよね。女の子多かったね。2級取ってる子多かった。絶対活かせるもんね。まあそうだね。あって、就活にもめっちゃ役立つ。ああ、確かに。で、あとね、ファイナンシャルプランナーの3級。あ、これは合格率結構 80% なんで。ファイナンシャルプランナーの3級はマジで簡単だと思うよ。でもまあ、多少の法律の知識とかは、あるから日本語力はちょっと求められるかも。そうよね。売買契約とか、まあ俺ある程度勉強してたからあれだけど。そっか。家？いや、なんか資産形成とか。そうそうそう、そういう関係の。契約動向が多いかな。契約の履行とか、債務不履行だとか、ああいう、そういう難しい単語が結構出てくるから、それだけ理解できれば大丈夫。あと1個候補があって、これ本当は高校の時ワンチャン取ろうかなって思ってたやつで、危険物取扱者っていう。これも、まあ持ってて、損はない資格。なんか、毒物とか？あ、そうそうそう、ガソリンとか、例えばそういう関係の。ガソリンを携帯する時って免許いるもんね。あ、そうそう、そういう、結構割とね。しかも国家資格です、ちゃんと。うん、そうだね。ガソリンスタンドってこういう灯油缶とか持ってて、そこにガソリンとか入れたりするなんで、基本ダメなんだよね。うんうん。ちなみに、これ持ってると、ガソリンスタンドの時給上がったりとか、そういうのもあるような。で、一応この4つ奥が候補です。あ、4つなんだ。そこに、アドバイザーが。遊び始めとるやん。もうなんか楽しくなっちゃう。でもちょっと、ここら辺行きたいんだけど、なんかいい温泉あるって聞いた時に、なんかルークのペットさん帰ってきたら、そうそうそう。もっといっぱい取ってから。即戦力っぽいのでも温泉アドバイザーな気がするな、俺は。他なんか、ルン君が秘書検定とか取って何か買われるとは俺は思えないけどね。本当に？いや、まあ、知識。なんかすごいまともになるのかな。まともになる可能性は、でも勉強するってやっぱ偉大なことだから。そんな私らに別に直接言うようじゃなくてもいいじゃん。ルン君が勉強したいことなんだから。なんで自分がさ、恩恵受けようとしてるの。いや、まあせっかくなら。それは私はもう、秘書検定でいいと思う。
まあ、まあでも秘書検定は一番なんか丸いかな、自分のためになるじゃん。自分のためだったら絶対ファイナンシャルプランナーか秘書検定か温泉アドバイザーだ。絶対外さんや。俺は温泉アドバイザーはなかなかいいと思ってるよ。いや、まあ、旅行好きからするとやっぱ資格持ってる上でやっぱね力になれたら嬉しいから、いろいろ取るつもりでいるんだったら、うん、まずそのうち取るんじゃねって思うし、まあ、まず1個、うん、まあ、じゃあ結局ルーレットでしょ、はい、そう、はい、じゃあルーレットをセットしたんで、はい、ちょっと押していったどちらか、じゃあ、まあ、俺押していただいてよろしいでしょうかぶっちゃけ何入れてもいい、危険物取り扱い、ルン君が取って危険物持ってきたらめっちゃ怖いけど、ガソリン持ってきました、入れときますね、やばい逆に科学実験ができるかもしれないっていうあれはあるけどね、うん、帰りにテキスト買います、どこでやるんだよ、ね、確かに、じゃあ行きます、まあ、はい、ファイナンシャルプランナーかな俺個人的には、どんどんステップアップできるし、うん、行きます、はい、せーの、ポチ、なんだ？お、え、お、おー！ファイナンシャルプランナー！いいじゃん！いいじゃん！いいじゃん！いや、一番いいと思うよ、資産形成。ね。まあ、3級だし、一番最初、うん。そうだね。ちょうどいいんじゃない？今後のために。めっちゃ簡単だと思うよ。全体、俺、多分今の知識で受けても俺受かるけど。マジ？うん。じゃあ、ルンから勉強しないとダメだ。いや俺多少勉強したからさ、あ、確かにね、2級ぐらいまでの勉強したから、そう、でもね、うん、あのね、アドバイスじゃないけどテキストの意味が分かんないと思う、あ、言葉をまずその調べるとこから始まるってこと、そう、ある程度知ってる前でも、まあ、めっちゃだから優しい本を買うのがいいと思う、なるほどね、なんか絵でも調べながらやればいいじゃん、があるまあまあ確かに、はい、ということで、まあファイナンシャルプランナーなら4ヶ月目安ぐらいで、え、なんか試験の時期ってあんの、いつでも受けれんの、英検みたいな感覚で受けれんのかな、9月11日でもう無理だから、あ、じゃあ10日後いや無理やばいえ10日後やんないの、1月22日かな、意外と遠い、まあ3ヶ月ん3ヶ月に1回だね、3ヶ月に1回か、まあ大体4ヶ月じゃね、4ヶ月か、4ヶ月だ、うん、はい、そうだね、じゃあ頑張ってください、はい、ということでファイナンシャルプランナーが取れるのか、はい、じゃあちょっとどんな参考書を買ったのかだけ最後に、あ、わかりました、はい、動画の最後にお願いします、はい、ということで、はい、本日の動画でございました、はい、皆さんご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、皆さん頑張ってください、頑張ります、頑張れということで、リアルタイムのルンなんですけどテキストはこちら買いました、ユーキャンの FP3 基本テキスト、マジちょっと優しいやつね、ちょっといろいろ調べて買いました、結構おすすめらしいんで頑張ります。絶対取ります。